から年末まではきっと駆け足に私たち感じるんじゃないかなと思うのでちょっと今はねまだコロナが落ち着けないんだけれども少しこうでも何て言うのかなえーこう今いらっしゃってる方はこう定期的にね来ていただいてるんだなって私もこう感じてるんですけどこうコロナの中でもなんとなく自分の過ごし方っていうのがなんか分かってきてるような私もそうなんですけどね。 こういわゆる長期化するだろうと言われているからこう私たちの軸と、ね、こう土台をしっかりさせながら焦らずに積み上げていくことが大事なのかなと思うんですよ。なので、えー、ヨガもね、確かにこうしっかりやりたいんだけれどもどうなのかな外に出るのはっていうふうに感じながらもしっかり感染対策をしながら体ってやっぱり使っていかないとなまっていくので、ね、無理なく動かしていければいいかなと思うんです。 え少しでも動かしていると全然やっぱり変わってくると思うんですよね。きょうねで今日はね足の裏にフォーカスを向けようと思っていてあのね足の裏って皆さんどういうイメージで立位のポーズをとりますかね。イメージあるかなまず足の裏で踏んでって言ったときに、まあ、きっと踏みますよね腰を落として膝を曲げて中腰のクきなのか 立っている時膝を伸ばしているのかまた足を1本にした時もありますよねその時にでもね片足の方がきっと皆さんは足の使い方をもっと繊細にしていると思うのなで,で立たなきゃいいけななから。ので片足のイメージを持っていただいて皆さんがどういうふうに普段ポーズをとっているのかなと思い出せないよって方はちょっともしかしたらその時の意識もう一つ増やせるかもなっていう感じ。 足はね、私はよくねヨガでは自分でこれはあの、ね、力の方向を感じるようにしてるんですよでそうするとね普通は多分上から下なんですよね床を押して立つよっていう状態だけれども本当はしっかりブラブラーとポンと押されても片足でも揺らがないよっていうそれぐらいの地面の設置能力設置力っていうのかな力を使うにはね 上のベクトルがいいなって思うんですよね要は手で手をついた時も一緒なんだけども手で床を押すよりもこの指を使ってせっかく5本の指が使えるからこそ指の腹で掴んで引き上げる意識なので手の指がちょっとここでは浮くぐらい手だったらねこれはダウンドッグなんかも結構そうなんですけどね押すよりも引くよっていう状態。 これがいいいねっていう状態なんですよ足で言うと、まあ皆さん足をじゃあね右足出しますか、縦膝で座りたいように腰痛い方はこの格好結構きついかもしれないのなのでやらなくていいですかね。足の指も指をちょっと床難しいかな指を少し開いて指でぐっと掴める。まずはきっと 指を白くする感じ一本一本で床をぎゅっと押してまずはこれが大一だよねしっかり踏めてみますねそれを今度は上の矢印にいく感じなの上にそうするとここでもうイメージも湧いてる方今いるかもしれないんだけどもここにアーチができるのが分かりますかねこう指を丸めるから、うん、ここがねちょっと丸くなるのごめんね足の付け根のところね でじゃあこのね横アーチって言うんだけど足で手もそうなんだけど掴んだ時って手は大げさにするとこうなるからここにアーチができるんですよ足も皆さんの足の付け根にアーチができるこれが掴む時は絶対大事なんですよねでこれがねできないと本当は土踏まずってここにいっぱいあるんだけどもいっぱいというか、ね、ここ隙間があるんだけどこれが全部なくなって全部床に落ちていっちゃうねだから指は掴めないから。 全部外に広がっていくしこれから言うんだけどもこの土踏まずっていうのが縦にもあるんだけどこの横のアーチも縦のアーチもねアーチって真ん中が高くなってるんだけど全部隙間がなくなって扁平足っていうのになってるわけそうすると足この足のアーチってね真ん中が高くなっていて足の付け根とかかとだけがついてるんだけどもこれでねショねクを吸収してるんですよね 体重がうまく逃げるようにしてあるのに足の衝撃でドーンと来た時に何が起こるかって言った時にはね足が変形していくの要はタコができたり外反母趾って知ってるかな外反母趾って親指から親指がねクーッと中に入っちゃうんだよね要はくの字に折れ曲がってしまうんだけどそうするとバランスが取りにくくなったりあとはね足の歪みにつかながっていくのね O 脚とか X 脚。 これはね、ほとんど足の踏み方だもっと言ったら骨盤もね。なので確かにね横脚の矯正とか足の矯正っていろいろありますよ骨盤調整っていうクラスもありますよねヨガではでもそれで改善できるところもあるんだけどももしかしたらね足の踏み方を変えればいいんじゃないのっていうところもあるんですよ根本ね。なのでちょっと今日は普段の生活はもっともっとちょっとシビアに難しいんだけれどもえー ヨガででできるギリギリをやろううかなって思うんですよねじゃあもう一つね手の指を出した時右手で関節って何個ありますかね上から数えて12どうですかね親指だけが一つ少ないんだけどね3個あるの分かるあ、分からない <laughs> 分かんない あ分かった <laughs> 3個あるのよ要はここがね抹節っていうところでしょここが2個こう曲げてみると分かるよねでここにポコポコとしたのがあるの分かりますかねこうグーッとした時に一番このなんか痛いところ <laughs> 痛いところここねこれが第三関節なの。で物を握るって一番強いじゃないこう開くよりもこの方が力が強いんだけど。 第一関節と第二関節だけを曲げても物ってつかめないんですよね、うん、当たり前かもしれないけども第三関節の骨がボコッと出ているからこそこれで強く握れてるよって状態要は第三関節全部をフルで出していかないとダメなんですよね足の指も同じなんです作りは一緒だから足の指でじゃあ浮かせて縦膝で浮かせて指を丸めて。 掴むって同じでしょこれが多分手の方が難しい手のよりも難しいんだけどねあ浮かせちゃった方がいい足をね浮かせちゃってこうね浮かせてで足の指を丸めてただこれ結構釣りやすいから気をつけてそうすると同じくありますよね第一関節第二関節で第3関節って手の指で考えると意外に足って下にあるなと思わない 結構、第三関節って指で行った時に結構ね、付け根の方だねっていう方いらっしゃるんだけどもう、付け根を越えてかなり足の甲に入ってるんですよ。なので、足、指でマットをつかむっていった時には今日のこの第三関節のポコポコとした飛び出ているこの丸い骨、これを浮き立たせるぐらいの意識を持ちたいの。だから、足の甲まで巻き込んでねっていう状態です。それを意識してくださいね うん、そして足のじゃあ指をね開いてあとでやっていくけども土、えー、と横アーチ指でぐーっと掴むようにした時にもう一つ皆さん内側も見られるかな土踏まず、うん、これは体足を倒しちゃった方がいいと思うので隙間ありますかこの親指の付け根の付け根というかこのね飛び出てる何て言うんだろうなこここことかかとのこの湾曲したところ これアーチが、ね、ないからダメだっていうわけじゃないの。でも、アーチがなかったら少しだけリスクがあるの足の使い方が。なのでちょっとその土踏まずを作っていこうよっていうのは大事なのね。これがないとさっきみたいに足ちょっと衝撃が強いよっていう状態なので今日は横アーチを意識してこの土踏まずを引き上げます。すかすかに指が入るぐらい逆に高い方はいないた高くてもちょっと大変なんだけどね。 やっていきましょうね。うん。さあそれでは、えー、スカーアーサナの形にもう一回戻ります。じゃあね逆にしましょう。足。はーい。ではお尻を床に置いて、右の手を床少し離しますね。で、左のお尻をまずは下に押し付けること。で、左の腕は手のひらを上向きで後ろ。で、頭の ところまでいきましょうか。上をまず見ないで下を見て、まずはひたすらにそこの伸びに意識を集中。左のお尻を下に押し付けて地面を押しましょう。肋骨の隙間の筋肉を引き伸ばすようにして、うん、肋骨をあじゃないな、体側を引っ張っていこうとしてください。頭荒く、まずは下を見ていて、また目を閉じててもいいのでね。 さあ、しっかり地面を特に左のお尻で押せてますか伸びを作っていきましょう体側伸ばしではね上を見ていきますね上はね頭をすくあと腕を後ろに引いたらばこのまま上を見ると顎が上がりますこれ苦しいから顎を鎖骨に近づけて頭ほとんど起こしちゃうでもお尻はしっかりついてて体側は伸びてますよ頭頂が天井です 息の通り道まっす,すぐ首きつくないかなもう一呼吸していきましょうはいでは吸いながら体を起こして左の手はお尻の外側に右のお尻が浮きやすいので少し押していきます右の手のひら上向きで上吐いて頭のすぐ近くまでここで土台を意識しましょう右のお尻引っ張り合うように 肋骨の筋肉を引っ張ってまずは首リラックス下でいいですギューと伸ばしてくださいねそしたらその間から上を見に行きます首の筋肉も使いたいので顎を右鎖骨に近づけて左の首斜め後ろの方で支えてるって意識を持ってただ見てるというよりは左で支えますよ首の斜め後ろは短くならないように いいですね。最後肘伸ばしましょうかはいでは吸いながら体を起こしていきましょう右手後ろ左手は右足をつかんで骨盤を引き上げてやや前に乗りましょうかそして胸を開き右肩開いて視線は奥で手はもうちょっとだけ左のお尻の方に移動して視線からもう一つ奥を見て今右の目を見てるところよりももう一つ 2センチ3センチ奥を右目は捉えていく感じそしたらば首がねじれた分もうちょっと右肩が開けそうです左の胸も後ろにねじれそう骨盤から頭までを一直線につなぐ意識はいでは反対も次の吸う息を待って正面吐きながらぐるーっと反対に回っていきます 座骨に体重でも胸は少し後ろに開いていく目線から誘導するとねじりは深まりますよまずは頸椎をねじって胸椎胸の後ろちょっと上の方の背骨をねじる逆に腰椎はあんまりねじれが入っていない状態ですさあ背骨を背骨に息を通していきましょう いいです息を吸いながら正面に戻っていきますねはい。それではね、一回ちょっと立っていこうかなと思うのは、今日は足の踏み方というのであれば、立ってちょっと確認をする必要があるので、うんえーとね、プロップス類は前にまとめて置いておいてくださいねはいあのね。 今から足のつかみ方をするんだけれどもタオルギャザーって言葉があるんですってタオルをねいわゆる椅子に座ってバスタオルを引いとくと足の下にそれでねかかとだけはつけて足の指をさっき言ったみたいに丸めてタオルをしわにしてだんだん,だん,だん、ね、広がっているバスタオルを自分の手元に探ってくるんだって。で最後は かかとを離さないままタオルが全部自分の足の近くにくるようにするとやってみたんだけどめちゃ難しいのなのでちょっと今日レッスンを終えて思い出したらねやってみてくださいすごくねいいなと思ったの,あの足のね姿勢改善やもう体全体の調整にすごく大事かなと思いますさあじゃあね骨盤幅していきましょうねで骨盤幅はこの腰の 硬い骨骨があるのよね骨盤ってこの骨腸骨の下にかかとの外側のへりなので小指からかかとまでが横のマットとも平行になるようにしますそうすると多分何て言うのかなガニ股にはならないと思うんですよねそして土踏まずを引き上げたいのでまずは足の指を浮かせてギューッと浮かせますよもう反れるだけ反ってくださいね そしたら1回開いて今土踏まずがすごく上がっているのを意識してこれが、ね、大事なんですよねそしたらば、まあ、このまま土踏まずを残しながら指だけ床にさあここからはさっきのつかむ意識ですね指を見てもいいから爪が白いかなと見てそしてちょっと指の付け根は浮いている感じですさあ指でマットを上方向に 掴むようにしながら土踏まずの隙間は空いてますか自分で誰かにこの足の土踏まず内側から手を入れられたときにその隙間はあるかなとイメージをしてさらに内もも同士を寄せますお腹引っ込めますよでお尻の穴も閉めてちょっとかかとの間に尾底骨を向けるとよりいいかなと思うんです これ多分少し押されても大丈夫な感じしませんが指で支えてるんですよねで同時にねこれって膝の緩みも作ってるの膝ってピーンと伸ばして体重を乗せるとちょっと危険なんだけど今みたいに今日は土踏まずを作って膝より安全に使いたいんですあとで体重を乗せるポーズが出てくるので今日は土踏まずから作って膝が伸びてるけれども緩んでるちょっと あの安心なところを作っておきますねさあじゃあこのままいきましょうかじゃあその土踏まずで内ももを寄せて数息で両腕を上げたら頭上合掌吐く息で土踏まずそのまま吐いて緩める上半身だけちょっと緩めてそしたらすね、えー、もしくはねボルスターでもいいので膝が伸びる位置までにして手が床なのかボルスターどっちか選んで。 うん、ん端っこでもいいんだよ息を吸いながら胸を少し前に引っ張りましょうかでここでちょっとストップね土踏まず引き上げて内ももを寄せられていたら膝はピンピンに伸びてないところを感じてくださいねさあもう一つ胸反りましょうか一呼吸うん吐きながら手をかかとの隣でさあ足を両方とも引いてって板のポーズ さあちょっと足を引いていきますねで手で支えながらなんだけれども肩の下に手首お尻が頭と同じ位置で着目するのは足なんだけどつま先しっかり床に押し付けてこれね指が反ってる状態でしょなのでかかとがつま先よりも後ろにいかないでつま先の真上にくるようにもしかしたらつま先が前にありすぎる方も多いかもしれない。 うん、縦に一直線にしてで指で床をしっかり押しながら指の反る力もここで床を少し体重を使って、ね、自重を使って期待できます。ばっちりだね土踏まずしっかり引き上がってそこでキープちょっと大変だけどね今だと、ね、かかとの方が前に出てるからちょっとつま先後ろつま先をもう一つそそそうそう,そうでかかとを上に上げようここでいきましょうこの方が土踏まずが引き上がるお尻も上げてで肩の下に手首だから手がもうちょっと前。 もう一呼吸では吐く息で膝を床に置きましょうかで手の間に胸を置いてごめんねボルスターが邪魔だねそ,そしたらば胸は前で手のひらが胸のやたりにくるようにしますね。 さあまずは上半身肩下げて肩甲骨を寄せる脇締めて顎引いて足を床今回は足はピーンと伸びてますよ内ももを寄せてでも押すのは一緒ぐーっと押し続けながら胸を引き上げてさあ腰は長く引き上げましょう後屈吸いき肩下げるお尻を引っ込めてさあ足は床を押す力を大切に視線眉間、胸やや反りましょうか 吐く息で足先を立ててここでちょっと足反って指吐く息で前ももとお腹を寄せるように膝少し上げるところから前ももとお腹をぎゅーんと寄せるようにダウンドッグさあ少し手の指も意識しましょうか指も開いて指の先腹を押してくださいね 前ももとお腹を引きつける、とってもいいですよ。その前ももとお腹が離れない、背骨がきれいなまっすぐのラインで、じゃあ、右の足のかかとをマットに押し付けにいきましょうか。今度は反対にいきましょう。左の膝が伸びて、右前ももと右下っ腹を寄せる、もう一つ背中を引き上げて、これを交互に行っていきましょう。ダウンドック足ちょっとほぐしていきます さあ、今日は手の指も意識しますよ。手の指も床をつかみ少し土踏まずのようなところ手のひらを引き上げる意識を持っていいですねさあそのまま息を吐き切って最初のダウンドッグの形に戻りますねうん、いい感じ肩と肘はやや外に緩めていきましょうかうん、止まっていきますよ一呼吸。 いいですじゃあそのまんま膝あとざ、ね、一回戻りましょうか大きな一歩ずつ半分起こしてうんアルダウッターナねアルダウッターなちょっと今日はね大事にしたくて膝が曲がっちゃうようだったら床はちょっと下すぎるんだよねなのでその前はボルスタボルスタ一つでも足りなかったらブロックでもいいからきれいな背中を作って前ももとお腹これは今のダウンドッグと同じ寄せ方。 で,手で床ををブローーるスターを押して胸は反るでここで土踏まずを必ず作って土踏まずを作りながら、うん膝がちょっと緩んでるのを感じてほしいのこれ他のポーズで少し大事なとこなんですよねそうすると関節に頼らないその関節の周りの筋肉をたくさん使える自分が出てくるんですねこう関節ってちょっとドーンと乗り上がちだから。 吐く息で緩めましょうかはーいでは上がっていきましょう吸い気前からで後ろに腕を引きますよ腰が反らないでお腹引っ込めて土踏まず作って合掌しましょうか肩下げるさあ骨盤も後ろに行きましょう息を吸いながら骨盤を倒して背骨も斜め後ろに倒して さあももの付け根が天井柔らかい呼吸今でもねちょっと反り腰なのなのでこの骨盤自体をすごいことだねそう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 全然変わってくると思うのね前ももとお腹が伸びるっていうのが口屈そうだから骨盤も丸ごと連れてってさあ吐く息で元の形に戻りましょうリラックス一呼吸 はいそれでは手をほどいてマットをちょっと横に使います鏡の方に行きましょうか向きましょうかねえっ、ー、とね膝立ちにしますので皆さんは横を使ってこう膝立ちねで膝痛いよって方はブランケットを引きます、うん、で足の裏がマットにあの収まるようにしたいのねなので、えー、と左の足が縦膝で。 右の足を横に伸ばしたときに足が出ちゃう方もうちょっと左に移動、うん、で、えー、左のももがまずまっすぐ垂直に床になっているのかそして右足は膝と同じ横ラインで斜め45度ぐらいにしましょうかねで、えー、足の位置大丈夫ですかね右の足がまあまりにも滑りすぎると左の太ももが斜めになっていきますよそうそしてね この後このポーズって右側に体重を乗せていくんですよ、側屈なんだけどこの時に足の裏を使いたいんですよね、右の膝をさっきみたいにピンピンに伸ばしたくないんです、そうすると体重がただ右膝に乗って体を支える必要がないなので、このポーズになっちゃうから、さあじゃあ意識しますよ、足の指、右足ね、一回反らしてぎュっと。そう ギューっとそれしてちょっと立ってる時難しいけど土踏まずを引き上げたらそのままマットをつかみにいきましょうかぎゅっとそうそうそうでね同時につかむ力で膝もちょっと引き上げてそう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 もう少し引き上げてもいいかもね人から見たらまっすぐだけど自分の中では土踏まずと膝を引き上げる力で曲がってるっていう感覚がありますかうん 柔らかい呼吸もうちつ引き上げてもいいかも結構引き上げますよ膝はねそうそしたらばもうちょっと右足は少し近づけていこうここち,ちょっとが斜めになっちゃってねそうそうそうで膝をちゃんと引き上げるよもっと皆さん大げさに右膝を引き上げてみてうん、もうこれじゃいいしっかりやってきてるからそうそしたらば腕を床と平行鎖骨のラインに上げて さあ足、土踏まずもっと引き上げてもう1つ膝も引き上げて曲げるぐらいの気持ちもう皆さんに曲げるって言った方がいいかも曲げてじゃあ膝 <laughs> そうです、そうですこれでいきますよこれで支えるのちょっと大変だけど息を吸ってじゃあ吐く息で膝の緩み大事にこのまま体重のせにいこう、うん、お尻が飛び出ないところでさささそこねそうそしたらこのまま倒す少しね骨盤を右側ちょっと前に出すていよ。 手はね、そんななににに無理に下に行かなくていいのただしっかり足を踏みしめて膝の力じゃなくて伸ばしきるものじゃなくて足曲げる土踏まず引き上げて足と骨盤お尻で支えていきたい柔らかい呼吸でいきましょう皆さんとてもいいねもう一呼吸はーいでは吸いながらゆっくり体を起こしたらばうん このまんま胸の前の合掌をして、さあ、土踏まず引き上がりますか。じゃあ、ちょっとだけ少し近づけながら、今度はかかとを上げてみて。そう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 。そう。もっと近づけようか。もう一つずるずるっと近づけながら、膝の下につま先を持っていきましょうか。 そして太ももを寄せながら、うん、足先は自分の方ですよ左の膝の方に矢印が向いているすごく寄せる意識寄せようとしながらふくらはぎの筋肉を使ってその中で骨盤をもう一つ下に傾けましょうか腕が上がりそうですか水気上げていきましょう少し後ろね でえー、右の足なんだけれども股関節の動きでいうと外に回し広げたいんですよなので膝が中に入っている方股関節から太ももを外回しで膝が真横の窓を向くようにしようかそう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 いい感じよもう一つそうここはね動かさないでもう一つゃ膝を回し広げてみてそう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 い,いう,う,こ,こ,、ね、いうことで、ね、内ももがストレッチ。 これとっても姿勢足鍛えられますとってもいいですね、これだとね、まず反り腰になりにくいんですよね、とっても綺じゃあそしたらば手をほどいてかかとを下ろしちゃいましょう、1回緩めましょうか、足しまって、結構大変ですね、バランスも少し意識しているから、ちょっとやりごたえがあるかも、でもなんとなくインナーマッスルを鍛えている感じ、わかるかなと思うんですよね。 緩めていきましょうね次は呼吸も意識しながらいけるといいかなと思いますはいじゃあね起き上がっていきましょうかもう一回いきますよじゃあ今度は反対でいくので膝立ちの左の足が真横、うん、ただただねこう足を伸ばしきってぐにゃんではないんですよ、うん、お尻も飛び出ないで膝を少し曲げるぐらいの気持ちを持ちますね うん、足の先は膝と同じ向き真横でもいいしちょっと斜め前ぐらいでもいいかなと思うので大事なのは右の太ももがまっすぐになってるか床にねそそしたら骨盤をちゃんと立てて、えー、足膝、うん、土踏まずを引き上げながら足の指はマットをつかんで膝を曲げるぐらいまでいきましょうかそう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 ですじゃあそれで支えていきますよ 息を吸いながら床と平行に腕を上げて、うん、吐く息でもうちょっと伸ばしてもいいぐらいそそしたら行きましょう左側,側屈。うん。で、膝緩めながらもちょっと左のお尻飛び出させないようにしてもう一つ倒してみるあとはリラックスでいい足はしっかりつながって感じられていたらあとは体側が伸びて 胸を開いて呼吸をしてる上を見るときは顎を鎖骨に近づけましょうかそうですねその膝の周りの筋肉さあ息を吸いながらゆっくり起こしていって胸の前であえて合掌しましょうお尻飛び出さないお腹引っ込めましょうねさあそしたらば足の土踏まずを作ってその場でかかとをアップ低くでもいいですよここちょっと難しいよね もし意識できたら股関節から外回し膝が真、まあ、横そうですね私の方に向くようにで内ももを寄せるそれこそね皆さんの足の先にタオルがあると思ってそのタオルを手前に引き寄せていきましょうかギュ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 難しいねグリップが効いてるからちょっと大変膝の下まで来たらもう一つかかとを上げられる方は上げて股関節外回しそう そして左のお尻でギュッと支えておきますお尻の筋トレ効果もあります腕そのまま上げていきましょうかとっても綺麗ですねうんここで意識骨盤が前に傾きすぎると反り腰になるから内ももを寄せようとしながら V 字の素形部を斜め上に引き上げて尾底骨を下に下げると骨盤が後ろに傾きますよと腰が入る状態ね いいですよあとは腕がちょっと後ろに行く方はやや超えていけると肩周りのストレッチにもなりますね一呼吸はいでは足を下ろして緩めちゃいましょうか全部下ろしてじゃあ前に向き直ってチャイルドポーズ。足の甲を寝かせちゃいますちょっと細かいですけど親指 少しししていきましょうか膝も骨盤幅親指も骨盤幅でちょっと今日はそこにも毛を向けていきましょうお腹が緩んだ呼吸を感じて体の一つ一つの動きに向ける意識も大事だけれどももっと一番根本大事な呼吸に目を向けてあげることを忘れないでいきましょう。 いいですよさあじゃあゆっくり起き上がったらばマットの前に足戻しますね足をね閉じちゃいましょうでまっすぐ立ちますさあ足が閉じると土台がちっちゃくなるんだよね骨盤幅よりなのでより指を反って一回ね土踏まず引き上げたら指を丸めるように第三関節が浮き出るように もっと踏める、つかめる方だったらもう筋が出てくる感じ、もの骨の形がね土踏まずを引き上げて内もも寄せましょうさあ胸の前の合掌、膝を曲げて膝離れない内もも寄せながらちょっと股関節を引く、そけい棒ねそ,そして肩の力を抜いたらば土踏まず作ってますかかかとアップうん、ちょっとで大丈夫ですよもう一ついけるよっていう方がいたらもう一つ高いヒールを履いてくださいね そう足の指がしっかり働いているのを感じてすごく指えぐってますよね、マット。はいではかかとを下ろしたら膝伸ばして、開放を打たな、さな。足骨盤幅に開いたら右足を後ろに引きましょうか、うん。でね、左の膝を曲げる。手はハンズカップでかかとの隣で全部指が正面です。 で、えー、これね、用意スタートのあのクラウチングスタートねの形なんだけれどもなので重心はね後ろに行きたくないね、前なんですね。さあ左の膝は90度太ももが左お尻までが床と平行落ちすぎてないかその状態で後ろの足が膝が伸びてますか伸びてなかったらつま先はもうちょっと後ろに置いてうん。 でさっきと同じだよね板のポーズのようにつま先が前にありすぎないさあかかとを後ろに蹴ってる方上ね土踏まずを引き上げてかかとをつま先の上もう一つ後ろかなつま先もう一つ後ろさんそうもう一つこっちだねつま先の方ねかかとじゃなくてねそうそうそうで縦に一直線になったらかかとを上げる。 そのつま先を床に押し付けながら、かかとを上に並べる動きは。さっき立って、足の指を反っている動きと同じなんですよ。だから土踏まずは、すごく増強してます。いいね。ちょっと落ちがちかな。かかとがね、もうちょっと前に行くといいで、手がちょっと後ろかな。そう,そうそう、ここをキープして、で、ちょっと少しガニだね。そう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 。腿引き上げるよ。胸は少し前に出そうか。そう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 。このまま走り出せるよって状態。 目安が一つあってね少し胸を引き上げてじゃあこんなことも意識して右の足今かかとを上げてますけどつま先を床に押すだけじゃなくて前に引っ掻いてタオルが下にあるとしたらタオルを前に送る感じ同時に左の足は後ろに引っ張る感じ足を閉じる意識ねそうすると足を寄せながらもよいしょ手が浮くよって状態 手が浮いてないとお尻が落ちすぎてるか胸が前に出てないかなのねそうじゃあつきましょうね、えー、この足のラインで右のかかとを左側に倒したら足先をさらに内に入れてさあ小指踏んで土踏まずを引き上げますよ右足ね潰れやすいですよね骨盤を右にぐるんと開いて立ち上がっていくはーいではえっ、ー、とね、うん、せっかくならこれでいいか 腕を広げていきましょう。床と平行に。で、吐く息でまずは左の膝を曲げて。さっきと似てるんだけど、股関節を外回しで開いて、膝とかかとが一直線。ちょうど真ん中、骨盤背骨ね。うん。そしたらは左手の指先を見て。で、ちょっとこう反り腰になりすぎないように意識をしていきますよ。うん。ちょっとだけ、少しここ下げて。 そうううそうそそさあそしたらばこのまんまでいていいし上がりそうだったら左のかかとをアップ基本はこれでいいかなようが1のクラスもしかしたら右も上がるよーという方がいたら後ろも上げてもいいですよあバッチリだねいいねいいねそして左の膝は伸びすぎないでいくようん もし欲を言うんだったらそのつま先で股関節を外に開いていきましょうか。うんいい調整。はいではかかとを下ろして足の裏がついても楽だなじゃなくてね土踏まずを引き上げる。さあじゃあ左足膝を伸ばしにいきますよ。 だけれども、さっきの要領でいくんだったら膝はピンピンにならないですよね、土踏まず引き上げてちょっと緩みを作っておいて、すごく大事。そしたら今度は骨盤を背骨を丸ごと前に傾ける、お尻、飛び出ないですよ、もう一つスローでいきましょうか、さあ膝が緩んでるかきながら、このまま骨盤を倒して足を掴んで、上の手は伸びてます。うん 左の膝はちゃんと土踏まずから曲げてられるかな左のももはやっぱり外回し左の膝にもうちょっと緩められるそう,そうそういいねその自由自在な感じ素敵だねいいですよいいねいいねもうちょっと逆に伸ばしてみようかいいですよ柔らかい呼吸でいきましょう、うん、バッチリバッチリ素晴らしいこのまま少し最後は顎を閉じて 右の鎖骨に近づけてそうそうそう首の斜め後ろも使っていきましょう肩痛いですかちょっと上げても大丈夫そうとっても綺麗ですこれだとふわーっとしている中にも強さが皆さんの左の足にはあるよっていう状態ですもう1つ1個手のひらを正面に向けてやや後ろから頭の上床と平行で右の肋間筋肋骨の隙間が伸びているのを感じて ただまた重みが乗ったから左の足は少し負荷が増えていきます自分の体重を支えましょうつりぼポーズはーいではゆっくり下を見て右かかとをかせながらつま先右膝正面の一回前に戻りましょうかうたなさな緩めてさあ左足を引いていきましょうでもとってもいいですかなり落ち着いてしっかり見て 取れてると思う。さあまずはランジ。ランジはね、あの次のそのさ先の三角のポーズなどの幅を決められるのね。なのであんまり狭くなりたくないのでしっかり作ります。右のかかとの上に膝、太もも、床と平行。その上でハンズカップ、胸やや前で腰を落とさないように左の足の長さを見て膝が伸びてるか。 かかとが大抵後ろにつま先よりも飛び出るので、うん、つま先をどんどん後ろに持っていってそうそうそうでかかとを上に上げますよ右股関節外回し左足が内回しいいねそうでももを引き上げるでじゃあいきましょうか左の足はタオルを踏んでると思って前に前に押していく。 例えば後ろから皆さんの足の甲を引っ張ったときに負けない強さがあるかなこれをね、私に負けちゃだめなんだよ。そ <laughs> そそうそうそう、いいよ、もっと引っ張ってごらんそう。そそうそう、いい感じ。そう、そしたら右足は逆、後ろに、後ろに、押そうあ引こう、引こうとしてね、タオルを後ろ、ちょっと押しちてきたね、疲れてきたかな。そそそそうそううそう、うん いいですよ、そうするともう一つ胸を引き上げていった時にもっと前かな胸前に前に視線を持っていった方がいいそう走り出すようにねそしたら手が離れそうですかうん難しいのは矢印が下だけじゃないってことね前後だよって状態そう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 じゃあ手をついたらばかかとをそのままつま先変えずに右に倒して足内側に入れて小指踏み土踏まず引き上げながら立ち上がっていきましょうか。 うんちょっと大変なね、うん、いい足の広さですね。さあ、骨盤を開いたらば、吐く息で右膝を曲げて、うん床と平行に腕を上げていきます。そうそうそう、ちょっと曲げ切りましょうか。そうそう,そう、土踏まずを引き上げていいですよ。うんいいね、いいね、指をよく使えてる。さあ、ももを太まま外まじね。 ちょっとだけ左のお尻を重く、ちょっとこっちに大丈夫そうそうそうするとちょうど真ん中になってくる、リラックス右で指先見ましょうか、うん、ビラバトラーツ、内ももを寄せようとする意識を持ってちょっとね、左足を内側に入れましょうか、こっちにそう,そうそう、小指踏んで、さあ、そしたらば、上がる方は右のかかとアップ、うんこっちだけでもいいんですよ、左もやるよという方は左もアップで、うん。 ちょっと意識ができたらももを外回し右ね左はちょっと内回しに入っている状態、うんうん、そして内ももを寄せようとするとビラバトラー2は深まるそうバランス能力を上げて集中力も上げてさあかかとを下ろしましょう土踏まずさらに引き上げて右の膝をちょっと曲げるぐらいにしておきましょうね。ねそして腕が前 骨盤も一緒に倒れるから内ももに下っ腹が寄ってくるお尻引っ込めてちょうど壁の隙間に入る上半身も下半身も同じライン足を掴んだら左の腕を上げていく右の腕と並べるから思ったよりも結構頭に近い方でいきますよすごくいいよそうです、うん、右の膝いいねいい緩みを作れてますね怪我を予防しながらも 自分の深部感覚、自分が思ったように体を扱えるコントロール力を磨いていきます。うん。少しね、顎を閉じて、ちょっとだけ。そう。そしたら肩少し後ろに引きながら手のひらを正面でさあ気持ちのいい万歳の腕を作っていきましょうか。左もちょっと伸びていく感じ。もうちょっと下げていいかな。床と平行ぐらいまで。いや、もうちょっといっちゃうか。さあ。 さあ、腕と上半身の重みで右膝が曲げないように少し意識したい。少し伸ばしましょうかそう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 。もう一つ右の膝をね。伸ばそうとしようか。そうそう、そう、そう、いいですね。いいいいナイスバランス。はい。では息を吸いながらゆっくり膝曲げちゃっていいから、前に手をついて足を後ろに引いていきます。お水飲みましょうか？ 最後のポーズちょっとやっていこうともねバランスポーズちょっと難しいバランスのポーズに挑戦しようかなと思ってるのでうん最後かなうん2つねはいではダウンドッグを取っていこうかと思いますダウンドッグ自分のダウンドッグでいいから前ももとお腹を寄せる さあ足の指はだいぶ意識ができてきているから手の指も意識ねダウンドッグは床を押す矢印がいわゆる下に向きやすいんですけど本当は違って指をつかんで土踏まずを手のひら引き上げながら上のベクトルが欲しいのなので、ね、そのマットをつかんで肩を下げる気持ちでいきたいねそうすると前ももにお腹寄せやすいよねうんえッ、え、ばっちですよさあそしたらば右足を上げていきましょうか うん、大きく高く上げてじゃあこのまま手の親指の内側に置きに行きますよいしょ難しいのでちょっと前にさあじゃあ左の足は少し外側で 1m ほど足先はね斜めなんだけどももう限りなく正面にしてでかかとを下ろして土踏まずを引き上げたら体を起こしていきますねこのままね前屈をしていきます えまずは左の股関節を少し前右ちょっと引いていくもっと言っらも,ももは外回し左足は内回しをしています前の足こっちね土踏まず引き上げて膝伸びやすいからちょっと緩める肩甲骨寄せましょう肘後ろ息を吸って吐きながらこのまま股関節から前屈うん気持ちいいところまで行っていいんだけれども今日は膝が大事だから。 膝の緩みだけ意識して体重が逆に乗って曲がる方もいらっしゃるかもしれない曲がる方はちゃんと引き上げていきますようんで支えられるところまで綺麗な背中を作れるところまでいいでしょうさあそしたらば少しずつ右の足を乗せて左かかとを上げていきますよ少しずつ前で前で少し片足に乗っていきましょうかもも左足は内回しでいきますねまずここで呼吸 足内側に乗っててそしたらねこのまま手を床に置いてもしくはブロックでもいいんだけどで足のすぐ近くに手でもう1つお腹を引き上げて左足内回しで膝が下後ろを向くようにするさあ右の足1本少しバランスをとっていく内側に乗りますね土踏まずにね。 そしたら手が離せるよという方、もしいたら左の手で下の右の足首を後ろからつかんでみます。頭ちょっと下げたほうがいいね足の延長線の下にもしもっといけるよーって方がいたら土踏まずに乗って右手も添えてもいいですよ。ここまでやることないけどね。そそそそそそうううううう探してって 足の指掴んでる感じあるよね、一本にすると。けおさん、下だね、けおさんすごい、すごい難しい、下。そう、こっちの足でいいんだよ。<laughs> そう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 、うん、でもそっちができればそれもできるから。そうです、じゃあ、足を下ろしちゃいましょうか。うー、緩める。うん、やっぱりバランスがこう、問われるところだと、指はすごくね、力を発揮するんだなという感じ。さあ、ダウンドッグまでいきましょうか。 はい前ももお腹指も意識して、指の土踏まず意識して、手首に乗らないですよ、左の足を上げていきましょう、うん、大きく手の間に一歩、そう、そしたらば、右足はちょっと外、でも足先は膝と同じにしたいから、あんまり、うん、ほとんど正面、かかと、ここでは離れやすいですね、押してください、土踏まず、両方引き上げる。 左股関節ちょっと外回し右はちょっと内回しで骨盤を正面に向けたら肩甲骨寄せていきましょうね膝緩めますよ土踏まず引き上げた上で自在に動かせるといいんですよねこれがねちょっと緩まってる吐く息で前屈いきましょうね少し難しいポーズなのでね膝を意識してきれいな背中の保てるところをキープ。 うん、いやいや右腰前にしきましょうか足の分ちょっと後ろに行きやすいですよ、うん、さ左の膝が曲がりだしたらちょっと気をつけてちょっと引き上げられるかな左の膝がそう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 いいです、ね、そう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 したらば少しずつ上半身を引き上げながら前足重心で右のつま先を浮かせて膝できれば後ろ足で伸ばしたままの方が乗りやすいかも。 もも内回しでまずはここで探していきますよ。内側に乗るといいよ。親指の付け根、かかとの内側。さらにお辞儀をしながら手は優しくついていって、ももを右足はね、根元から内回しして、このままお腹と前ももを近づけて、バランスを取るためには、左足の上に並べるといいんですよ。お腹引き上げてて足も並べようとして さあ頭下げつつすねを見ながら手が離れる方どっちでもいいんだけど右の手にしましょうか下のその足首を後ろからつかんでお腹引き上げて頭少し下げる足の裏が意外に動いてるのを感じますよね内に乗ったり外に乗ったり探しながら左の手も添えられる方はどうぞ。 す晴らしいではルヤさんのタイミングで手をついてくださいね足も置いちゃいましょうはーいではこのまま座っちゃいましょうね楽にお水を飲みましょうか意外に足の指はめちゃめちゃ働いてくれてるんですよね指とか土踏まずって。 も結構軽視してるよね <laughs> すごくもう結構バカにしてるかなって感じなんだけどヨガのポーズではあんまりこう該当する筋肉って実はなくてねなのでちょっと自分で意識をすることが大事かなと思いますさあそれではちょっとこう使った筋肉をほぐしていく状態していきましょうねまずはね前ももを伸ばしたいのでさボルスターとあとねこれをね ブロックを縦にボルスターを置いて後ろが頭なんだけれども頭高くするので、ね、2番目の高さ横向きで、えー、ボルスターの一番上端高さを作りますね。で基本はねこれいらないかなと思うんだけどここに寝るんだけど仰向けであのねほとんど胸い,ていうか胸ぐらいしか乗らないぐらいこういう感じ一回寝てあ腰楽かなと見てあげて。 で腰が沈んで、なんとなくきつい方は腰はブランケットを引いてくださいね。そうこ,この、ね、ボルスターの下。でね、これじゃなくて <laughs>、起きて。これだと何もないから、ね、楽なので右の足を開いたら膝を曲げて足の甲をここに置きたいの。これ、足首を痛い方はちょっと教えてね。まっすぐになったらばここで足先が後ろね必ず後ろで。 ここで横になってみますでこれで伸びるのは右の前ももなのね。であとねもうちょっと前えっ、ー、とねそうお二人はねお、あ大丈夫かなこれがいいかな <laughs> うん結構下胸の本当にあたりがボルスターの下端って感じかなり浅いのね。 なぜかというと腰が反っちゃうのあんまり上すぎえっ、ー、と腰まで行っちゃうと、うん、いい感じかなそしたら今ってボルスターが高くてお腹が高いんだけど腰が沈んでいるのが感じわかりますかこれだとね腰が反っちゃうわけ腰が反ると腰もリスクがあるんだけど前腿が伸びにくいんですよねさあちょっとお尻に力を入れて沈んだ腿も,もの素形部を天井に向かってちょっと引き上げましょうか もっといたら、腰を丸める動きをしたいから。ももの鼠径部を上、自分の顔の方に引き付けようとしながら。腰を丸くしてってくださいね。それができると、右の前腿はとても伸びます。もっと伸ばしたい方は、左の足を縦膝にして。うん、床に押し付ける感じ。 一回やってみてもいいんだけど、左の膝を寄せるっていうパターンなんだけど、ちょっとその場合はバランスがちょっと崩れるかもしれないから。やってみてですね。前腿の伸びを意識。うん、大丈夫かな。あ、えっとね、お尻はついちゃっていいの。大丈夫だよ。このまま、寝ちゃって。少しで置いちゃうよ。うん、このままね。で、ね、ちょっとこっち行くよ。ちょっと痛いね。 てる感じあるここうんそれだってねあ分かったオールスターがね上すぎるんだねここでいこうかいいよねじゃって大丈夫うんそう少ーし膝が閉じるんだったらここ閉じるよそう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 でね少ーし今反り腰になってるからややももの付け根を上に引き上げるそうそうそうお尻ついたまね骨盤を少ーしねそうそさささささ はーい、それでは少しずつ起き上がっていくんだけれども、うん、膝、足首ちょっとデリケートな場所なんですね。なので1回起き上がったらそのまま戻さずに、うん、足ままだ曲がってますよ。左の手をついて右のお尻の体重を逃がしてから足をまっすぐ戻しましょうか。 あのね、基本的に膝と足先って向きはいつも一緒にしたいのこれがずれちゃうときってちょっと危ないのねねじれてる状態なのでこれもね持っていくときもしっかり股関節開いて膝と足先に負担がないように常に同じ向き膝足先も同じですよね真後ろ横を向かないように太ももを寄せられる方このまま横になりますねちょっと上の方ねおへその後ろぐらいでしょうか まずは膝膝が浮ききやすいので膝をつき内もも寄せられる方このままだと腰がちょっと沈みすぎているからいわゆる反り腰にならないで付け根を上に引っ張るお尻はついたままさらには骨盤後傾の状態骨盤を後ろに傾けながら股を自分の顔にこう下から見せるような感覚ですね。 ここをたくさん使ってました膝を緩めるときに足首そして膝股関節の柔軟性を作るアーサナでもある ましょう。じゃあ、こちらも少し起き上がっていきましょう。肘、手をついて。うん、上半身を起こしたら、右、お尻、乗せていきましょう。左、抜いていきますね。うん、少し違和感があれば、少し動かしてくださいね。はい、では、全部ボルスターとブロックは前に。 抜ける方いらっしゃるかなボルスター引きたい方いらっしゃる足の下に引きたい方は足の下でいいですよこのままシャバーズのに入りましょう一回膝を抱えるという方は抱えてもいいので最後は大の字寒くないようにしてくださいねさ、繊細に向けた意識はここで手放していくんですね初めて手放していく 体を緩め預けましょう。呼吸を効かない時間です。 それでは意識を内側に戻しましょう。呼吸に意識を向け。そしてつないでいきます。はい、それでは膝を曲げたら。 ゆっくりでいいですよどちらでもいいので横に倒れますうずくまるように手をついて起き上がってきてくださいはい。では最後はね座骨を立ててスカーソナで改めて降りましょう ただの力を抜きますね床を押すだけじゃなくて上に引き上げる力を大切にそしてその胸の真ん中で合掌です目を開けましょうハタヨガのクラス始留いたします本日もありがとうございましたお疲れ様でした今日もありがとうございました良い一日を良い週末をお過ごしください何かあったら声をかけくださいね